富田城は、かつて、伊勢国北勢地方の友明郡に存在した、日本の城。現在の三重県四日市市戸田一丁目24番地から26番地付近。北勢48屋の一つ南部市の居城。富田城の前身は、あず鏡によると、1204年の3日、兵士の乱の際に、伊勢兵士の一党である、新士三郎木戸が、 富田六号の東西戸田の地に築いた館とされる。その後1446年、古文書に南部三郎行事家のこと伝わる南部修理大部、雷村が品濃国の沢省より、当地に移住して富田城を築いた。雷村は最初は室町幕府に仕え、その後は伊勢の国士の北畠家に復属した。南部氏は代々田六号の東田村。 西戸田村を統治して、同地の神仏を尊び地域の地場産業を起こして、富田発展の基礎を築き、領民から親しまれる領主だった。周辺の富水原地区の富田一式村、松原村、天根が、須賀地域にも影響力があった。近隣の牧田村には、牧田市が統治する牧田城、同じ富田地区の茂福村には、浅倉市の茂福城などがあり、茂福城の朝倉氏と、 加熱城の領主、田原氏との間では、茂る副合戦があった。南部氏は、頼宗、頼武、大連、加熱名と室町時代から、戦国時代にかけて120年余りの期間、統治を支配して、北四48屋の一つに数えられた。しかし、1568年五代目当主の加熱名の、第二、織田信長の伊勢信仰により、戸田城は落城して、加熱名は自陣。 南部市は滅亡した。富田城は、廃城となり、加熱名の孫の海守る中寺は仏門に入り、当地に、蓮光寺を回帰した。弟の神八郎忠明も、また仏門に入り、四日市市、堀木の千年寺に入った。近鉄戸田駅東側の私立戸田幼稚園付近を、中心に、私立戸田小学校と、駅周辺の富田茶屋町付近にあったとされる。 近代化による、同地区の市街地化により、戸田城の地割りも跡形もなく、消滅してしまった。中世戸田城の名残として、戸田幼稚園の運動場には、銀南の古木が残存している。友脇群戸田の地石図によると、南方にある、茂福副城に形状が類似していたという。ふるさと戸田ピアニッシも21、ありがとうございます。